こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。ようやく発足された水陸機動団だが、現在、長崎県佐世保に籍を置くことになる。目的は島しょ防衛だ。緊迫状況下に置かれる尖閣周辺の離島を防衛、奪還の任を受けている。いわば、海兵隊が日本に設立されたと考える。世界でウイルスが蔓延している現在でも、活発に尖閣や宮古島海峡を往来。侵入接近してくる中国を見据えた訓練も、現在行われている。大隅、輸送艦との訓練など多岐にわたる模擬訓練を行っている。米軍のノウハウを吸収しつつも、今現在はもしもの事態に備え、日本の離島を警戒している。第一列島線上にある佐世保基地に、水陸機動団を配備しているのもうなずける。それでは、訓練など何をやっているのか見ていこう。2020年1月から2月にかけて、アメリカ本土のカリフォルニアで、実施された軍事訓練がアイアンフィスト20だが、ここに陸上自衛隊の水陸機動団が参加したことが報じられた。アメリカ軍自体は2005年からこのアイアンフィストを継続実施しているが、日本から陸上自衛隊の水陸機動団が参加したのは前年に引き続いて、今回が2回目となった。陸上自衛隊の水陸機動団は、アメリカでいうところの海兵隊に相当すると、形容されるが、その例に漏れずこのアイアンフィストも、アメリカ海兵隊が主体となって行っている軍事訓練の一つだ。2019年のアイアンフィストには陸上自衛隊の第一水陸機動連隊が、そして今年は第二水陸機動連隊が参加し、艦艇への機材積載から移動、そして揚陸とその後の戦闘訓練までを実施した。ちなみに陸上自衛隊の水陸機動団は、2018年3月に創設されたものであり、長崎県の佐世保市に駐屯しており、今後の部隊の増設にあたっては、北海道への駐屯も視野に入れていると見られているようだ。アメリカ軍内でのも、海兵隊の位置づけといえば、世界各地の紛争地域への即応部隊と見る向きが多いと思われるが、専守防衛を旨とする自衛隊の水陸機動団の創設目的は尖閣諸島をはじめとする島しょ防衛にある。これは中国軍が従来まで台湾への武力侵攻を念頭に置き、台湾への上陸作戦を想定していたことに加えて、日本の尖閣諸島への上陸と占拠を標榜するようになったことへの対抗策だと言えるだろう。中国軍はこれまで保有していなかった大型の強襲揚陸艦の建造を急ピッチで進めており、その艦量はアメリカが佐世保に配備する強襲揚陸艦アメリカに劣らぬ大きさであることが判明している。これらの
強襲揚陸艦や漁船を装った武装民兵などの脅威に対抗し、尖閣諸島などの領土の島々に対する防衛を基として創設されたのが陸上自衛隊の水陸機動団であると見て差し支えないだろう。しかし水陸機動団の創設については、一方で軍事的に見てもその存在意義自体に疑義を唱える向きがあることもまた事実だと言うべきかもしれない。これは中国にとってはるかかに大きな目標である台湾に対しても、昨今の中国に有利な軍事バランスへの変化があるとはいえ、実際の武力衝突にまで踏み切るには多大な犠牲を伴うとの見方からだ。つまり現在でも台湾に対しての武力衝突をちらつかせた恫喝は行うものの、それを実行するとなれば中国側もかなりの損害を覚悟せねばならず、現実的には極めて可能性は低いという予想だ。この考えには一理あって、近年の直接の武力衝突となった戦争では湾岸戦争やイラク戦争に見るように、相手国に対して圧倒的に優位な兵器兵力を投入できる状況でしか発生していないと言える。ここではアメリカ軍を中心とした世界の最先端の兵器が、それから見ればアナログな装備しか有しない敵に一方的に向けられ、圧倒的な兵器の質で反撃を許さない現有条件下で実施された。それに引き換え、少なくとも質の上では互角以上の台湾や日本、またその後ろに控えるアメリカと中国とが実際に武力衝突まで発展する可能性は甚だ少ないはずだと考えられるからだ。しかしこれは双方がそうならないための兵力の均衡の上に成り立つ考えであり、中国側が一気に制圧が可能だと判断すれば最悪の事態も生じかねない危うい状況には変わりがない。つまり反撃に必要な兵力を有することがその抑止につながっているのであり、具体的には尖閣諸島を軍事占領された際に備え、それを奪還する手段を日本が保有していると認識させる必要がある。そのために水陸機動団は必要であり、確かに今のこの時代に銃弾が飛び交うような上陸戦を行う可能性は限りなく低いが、中国が強襲揚陸艦を増強する現状では抑止力として持たざるを得ない。しかし水陸機動団には中国やアメリカのような強襲揚陸艦は存在せず、兵員、装備を運ぶ輸送艦と支援を行う航空機を航空母艦化した護衛艦、出雲、加賀で担う必要もありそうだ。こうした運用上の制約や非効率な点が大きいにせよ、いざ尖閣諸島などの島々を占拠される恐れを考慮すれば、かつての北方四島や竹島のように実効支配を意図許す事態は看過できないだろう。
アメリカ軍の再編問題も絡む中で、現状は沖縄に駐留している海兵隊も削減される可能性は大きく、その意味からも自衛隊が自前で即応部隊を整備することの意義は大きい。しかし尖閣諸島への中国軍の上陸占領をされた後の奪還ではなく、そもそもそうならないように敵の接近を阻む兵器に注力すべきだという意見も根強い。これは最もな意見であり、当然そのために必要な潜水艦や対艦巡航ミサイルなどの配備も同時並行で進めていくべき課題だということができるだろう。